さてメールいただきました皆さん本当にありがとうございます。まずはアリピーさん、いつもありがとうございます。竹島さん、阿部ちゃんの久しぶりのゴールが見れてすごくすごく嬉しいですとね、この前の水戸戦のもうハーフタイムでいただいておりました。アリピーさんほんまに良かったですね。私もあの阿部ちゃんのねゴール見た瞬間にアリピーさんのこと思い出しました。本当に良かったです。そして試合後もいただきましてありがとうございます。竹島さんこんにちは。この前の水戸戦はガンバ大量得点での勝利、気持ちよかったですね。加地選手の負傷は心配しましたが、星原選手が頑張ってくれましたね。今日の松本山賀戦も勝ち点3をよろしくですといただいておりますね。本当にね、星原選手、この番組でもね、今日は水戸戦なんで出てくれって出ましたけども、チャンスが巡ってきましたね。星原選手にたっぷりとお話を聞いていますので、この後ね楽しみにしていてくださいね。そしてラブ G さん、ありがとうございます。あと5時間ほどで水戸を出発し松本に向かう予定ですと、昨日の午後7時にメールをいただきました。久々の投稿です。放送時間の頃は松本アルウィンのゴール裏で規制を上げています。天気の不安もない今日は絶好の観戦日和ですね。前節はホームで水戸に圧勝して行き盛んなところです。今日はアウェイ松本山賀戦、もちろん勝ち点3を取るべく超攻撃サッカーを相手に見せつけてやります。当たり前のことですが首位をキープしているので、勝てば他の試合結果に関係なく首位です。チームとサポーターが一丸となって J1 復活を一節でも早く決めたいものです。今日の試合を含めて残り9試合となり、いよいよ仕上げの段階となってまいりました。全部勝つことで自動昇格と優勝をつかみ取りましょう。現地に参戦できなかった方たちのためにも納得のいく応援で後押しします。戦いに頑張ります。きっと圧倒的強さで松本を落城させます。チャレンジ精神旺盛な竹島さんの活躍も期待しています。応援してますよとラブ G さんからいただきました。ありがとうございます。もうね、間もなく試合が始まるということで、ラブ G さんね、もう大きな声で選手に声援を送っていらっしゃることでしょう。さて午後1時キックオフということで、もうねガンバのメンバー発表されております。ゴールキーパーが藤ヶ谷選手、そしてディフェンダーが、丹羽選手と今野選手のセンターバックに、右サイド梶選手ね、大丈夫だったんですね。今週は水曜日取材にできたんですけども、もう大丈夫ですよって言ってはったんですけども、まあね本当にいろいろあると思うんですけども頑張っていただきたいと思います。そして藤原選手、藤原選手もね、ちょっとこう筋肉系の痛みがあるということなんですけども、藤原選手の場合はフル出場ね、フル出場の記録がずっと続いておりますので、これはなかなか休めないということで、今日もね怪我をして頑張ってくれます。そしてボランチはウッチーと遠藤選手、そしてアリピーさんが大好きな阿部選手と二川選手が2列目、そしてロチャ選手と宇佐美選手が2トップということです。で控えの選手はゴールキーパーが木村敦史選手、そしてディフェンダー24番の星原健太選手、そして西野選手、大森選手、岡崎選手、パウリーニョ選手、川西翔太選手となっておりますね。星原くん名を連ねております。今日もいざという時はもうぜひね、前節のように頑張ってほしいと思います。私西野くんもね、こうこの間の試合見ていろいろ感じたことがあると言っていましたので、まあね、何かあった時には頑張っていただきたい。そして大森選手もこっからやと監督に言われてるんでね、チャンスがあった時にはもういかんなくゴールを狙ってほしいです。そして岡崎選手、岡崎選手もうねプロ1年目で頑張っておりますね。そしてパウリーノ選手、パウリーノね、もういざという時の決定力はもう本当にねすごいですので、ぜひぜひもう松本山雅の皆さんの前で活躍してほしい。そして川西選手はね、もう本当に日頃のプレー、もう日頃の練習からアピールし続けていい状態ということで、この間結果をね出しました。今日も頑張っていただきたいと思います。いや申し訳ないですけど、また大勝してしまいそうな雰囲気でございますね。はいね、ということでね、ガンバのまた素晴らしいプレーを松本でも披露してきてほしいと思います。さあ復活ガンバ2013のコーナーなんですけども、今日は9月15日日曜日の水戸ホーリーホック戦の後の皆さんのインタビューをお届けします。アリピーさんをはじめ皆さんが応援している阿部選手、この日はですね、2点目を決めてくれました、ね、結果出ましたね。
それでは阿部選手のインタビューをお聞きください。リスナーの皆さんから阿部選手出ろってでも選手がずっとメール届いてまして、今日もすごい声援だったんですけど、はい、今日は結果も出ておめでとうございます、ね、はい。阿部選手の天皇杯の後結果やって言ったはずですけど、今日はどうでしたか。まあ、チームが大勝できたってことがまあ一番良かったですけど、まあ、結果も残せましたし個人としては、まあ、でももうちょいチャンスもあったんで、もうちょい決めれたんじゃないかなと思います。阿部選手自身も積極的なプレーありましたし、あとあの皆さんからの信頼度がすごいというか、阿部選手にこうボールが来るというか。いや、そんなないと思いますよ。なんかあのコンビネーションという面でもすごく今日ものすごかったなと思うんですけど、触ってましたかね。はい、まあそうですね、まあ、動いたら出てくるチームなんで、はい、いいところに顔出せばいいパスくれるんで、はい、しっかり動きたいなと思いますけど。得点に関してはどうでした、あの今振り返って。まあ、自分らしいというか、まあ、一番得意な形やったと思うんで、まあ、ああいう形をどんどんこれからも出していければなと思います。阿部選手、宇佐美選手、あの二川選手のコンビネーションはどうですか。まあ、やっぱその高志とかは仕掛けながら動きとか見てくれてるんで、まあ、二さんもですし、まあ、だから持ったらその2人が持ったらしっかり動くことと、まあ、自分も簡単に使って、はい、いい動きしたら帰ってくるんで、すごい意識してやってます。阿部選手でもあのこの先発、リーグ戦の先発っていうのはすごくもう今日は気合入ってました。そうですね、久しぶりやったんで結果残さなっていう感じでした。なんか京都中州と星原選手も阿部ちゃん今度はもっと俺も見てなって言ってました。いや見てるんですけど、そうですね、もうちょい使えたらな。ちょっと動き方が足りんのですか。いや、あの健太君ちょっとまだなんてやろう、しんどいんちゃうかなと思って、しんどいというか試合に入りきれてるかなと思って、まあでも、はい、やりやすかったんで、もっと仕掛けてもらってもいいと思いますけど、はい、それからまた新たなコンビネーションも楽しみですね、はい、深めてて次の試合に向けての意気込みをお願いいたします。もう残り試合少ないですし、まあ、勝ち点3ずつしっかり積み上げて優勝して J1 上がりたいなと思います、ね、ご本人は、ね、そのコンビネーションではまだまだですということを話してくれてたんですけども、記者の皆さんも阿部選手が攻守の切り替えのところで、ね、ハードワークをしていたということがすごく評判になっていました、ね、ということでもう、ね、阿部選手ぜひ今日も頑張っていただきたいと思います、ね、阿部選手の特徴って本当になんかこうガンバにはこう特殊というかないものなんでね、今日もいい働きが見たいなと思いますよ、ね、宇佐美選手のコンビネーションもどんどん上げていってほしいと思います。そして川西選手はね、もう去年の怪我からの復帰からもいろいろ波がありますけども、日頃から非常に頑張っていますが、この日は得点を上げてくれましたね、よかったですね、では川西選手の水戸ホーリーホーク戦の後のインタビューをお聞きください。まあ、正直今日点取れへんかったも次ないって気持ちでやったし、で、まあ、出てすぐっていうか早い段階で点取れたから気持ち的にも楽になって、まあ、だいぶ、まあ、動けるっていうかリラックスしてできたかなと思います。調子とかは、まあ、自分ではいい時は分かるんですけど、悪い時っていうのが下、まあ、分かる時もあるけど分からん時もあるし、まあでも、まあ今はやっぱいいと思うんで、まあ、残りの試合もまあ少ないし、やっぱそこに関してやっぱり出続けること、結果出し続けることが大切だと思うんで、ほんまに残りのためにやっぱりあとはやるだけだと思うんで、まああと天皇杯と、だから、まあ、J1 復帰っていうのと天皇杯タイトルっていうために、まあ、日々練習から、まあ、アピールとかどんどんしていって、はい、点取ったと健太さんとも走っていったけど、うん、自然とって感じ、一応アピール、いや、なんかトレーナーさんどこに行きたかったんですけど、あのリハビリの時お世話になった人のところ、まあ、おらんかったし、トレーナーさんから点取ったらもう監督のとこ行けって言われてたんで、まあ行こうかなみたいな。
でもほら怪我ずっと怪我して辛い時期に本当に公式戦でっていうかリーグ戦で点取ったらその予約復活したっていう実感があるかもしれないみたいなこと言ったけどやっぱりそういう感じはあったそうですね、まあ、前は8点目とかやって今回まあ今も3点目やけど結構まあいい時間帯っていうのもあったんでだいぶ自分的には良かったとは思うし逆にやっぱ あえて点取れた分次もっと取らなっていう気持ちにもなったので、まあ、もう切り替えて次に切り替えてほんまに次まあ途中からとか短い時間でも点取っていきたいと思うしそうやってやっぱどんどん結果にこだわっていきたいなと思います。春からの大体大ホットラインそうですね、まあ、もう あいつはあっこで抜けれるって分かってるし、まあ、あっこはもう中走ったらもらえると思ったんでもう何やろあいつが抜けた瞬間に、まあ、こう行ったらくれるやろなっていう感じで走ってましたね。はい、なんか言うた彼に、まあ、あの点取った後にありがとうっつってなんか言ってたんですいやああみたいな感じという川西選手のインタビューでした。本当に大体大ホットライン今日も見せてほしいですよね。あのロチャ選手がねあの記者の皆さんからこう長谷川監督にも今週は質問が飛んでたんですけども若干こう疲れてるのかはたまたこう研究されてるのかというところなんですけどもね、まあ、あのチーム状態そして今日の試合状況によってはまた川西選手がね良きところで投入されるという、ね、可能性大でございますのでね川西選手本当にねまた今日も結果を狙って頑張っていってほしいと思います。まあ、川西選手が活躍するとまたねこう正気選手がということになってくるんですけど正気選手も次はまた練習でアピールしてとね切磋琢磨していってほしいです。こうなってくるとこうフォワード多いですね。多いですわほんまにね。もうみんなでもちょっとこう磨き当てて言うんですかね、もう本当にもうみんなが上昇していってくれればと思っております。さあそして宇佐美選手ね、この試合では監督からですねもうね今日は得点を取るだけじゃなくて守備のところも非常にね良かったし取られても自分で行って取り返すというところもあったと、ボールがある時とない時関係なく非常に集中してプレーしてくれたと評価されております。まあ、宇佐美選手もなんていうんですかこう帰ってきました的な雰囲気ではなくですねもうなんならこう自分がチームを引っ張りますといった雰囲気が出ておりますよもうね。ということでこの試合、ね、大活躍2得点を決めてさらにチームを引っ張りました。宇佐美選手のインタビューをお聞きください。まあ決定機のところでしっかり決めきれてるかなとは思いますけど、まあ、今日も二さんからこう右でベナないでここ流れてきたやつとか、まあ、決めるシーンもまだまだあるし、まあ、もちろん悲観はしてないですけどもちろん9試合で9点取れてるっていうので、まあ、ただ満足も本当にしてないのでこのまま続けて点取り続けることが大事だと思いますしそれをしないとやっぱり自分じゃないというか求められているところはそういうところなので、はい、まあ、先制点がすごく大事なのでやっぱそこを自分が取りたいというのはもちろんありますし、まあ、でも自分じゃなくても、まあ、チームとして先制点を取って主導権を握るっていうのは、まあ、全体で意識していることなので、まあ、ただその中で自分がそういう大事な点っていうのを決めていきたいっていうのはありますね。はい、決められても、それその分取り返せる力ももちろんあるとは思いますけどやっぱり先に決めることでやっぱ自分たちがしっかりボールを回して主導権握ってやれるしもう相手にも出てきてもらえればそこをより崩しやすくもなるし相手も集中力も切れてくるのでやっぱ1点取られて相手よしこのまま守りきるぞっていうエネルギーを与えないようにっていうのは、まあ、監督もそれを求めていることだと思いますし、まあ、ただ今日はそれができましたけど、まあ、アウェーで本当に取られる試合が多いので次は本当に気を引き締めてやらないといけないなと思います。残り9試合でこれぐらい自分で取りたいというのは自分で崩すって結構ですよね。特に意識せず今ケンペスがいるぐらいまで行きたいなと目標は、まあ、ただ彼も取るでしょうし得点王とかそんなことはもう言えないですし目標にもしてないですけどそれはまあ目標としては、まあ、次2桁王手かけたっていうところで2桁で取ってそれで満足しちゃわないように
また次の目標は持ちたいと思うので、まあ、県別 何ぐらい 17ですよねぐらい、まあ、1試合行ってペースで決めていけば十分届く距離だと思うので、ゴールの嗅覚っていうのはかなり自分の中でも増してるかなって思います。まあ、うん、より前に出ていく回数も多いですし、それも求められますし、まあ、今日も2点目も本当にこぼれ球ですけど、あそこまでキーパーが弾くんじゃないかとか、キーパーが前にこぼすんじゃないかと思ってやっぱ行ってると、うん、エネルギー使って行ってるとこぼれてくることが多いし、逆にサボってると、 あそこに来たかっていうなることが多いので、まあそういう動きの量というか、そういう、うん、まあ、やり続けるとか、もう信じて走り続けることで、ああいうごっつぁんゴールも生まれてくるので、やっぱそういうところで稼いでいかないと、得点数というのは本当に稼げないと思うし、うん、左サイドからカットインしてとか、自分の形で取れる点ばっかりじゃないと思うので、まあ、そういうところでしっかり結果を残していくことも大事かなと思います。今日はあれだけ守備やりながら結果2点というのは、かなり自分の中で手応えありますか？いや、まあ、でも守備あったとしても、それで結果出なかったらもうそれはプレイヤーとしての限界なので、その辺はまあ監督にも気を使わせてしまったというのもあるし、あ、まあしっかり守備もしながら前にも出ながらっていうのはやれるようにならないと話にならないと思うんで、その辺はまあ両方しっかり貢献していけるようにしたいなと思います。監督もすごい期待されて、宇佐美選手のゴールがそのままそのタイトルにつながっていくという現状ですけども、はい、どれぐらい、あの、ご自分としては、あの、先ほど近鉄ぐらいとおっしゃってましたけども、もう1試合何点も取っていきたいなっていうのはありますか？そうですね、限度は決めないように、決めれるなら決めれるだけ決めたいですし、うん、そうですね、まあ、まあでも今日もハットトリック取れるシーンもあったと思うし、まあ、フォワードで出てる以上、まあ、チーム勝てることが一番ですけど、そういうところにも貪欲にこだわっていかないと、とは思います。サポーターの皆さんがやっぱり宇佐美選手の、ね、この活躍を待ってたなっていう、その応援にこもってると思うんですけど、それは大きな力になってます。まあ、もちろんなってますし、喜ばせたいという気持ちが強いし、まあ、引き分け負けでもね、あの、勝てよっていうブーイングをしてもらえたりとか、そういう常に勝つことを求めてもらえているので、まあ、チームとして勝った後は本当に気持ちがいいし、それに自分自身大きく貢献できたときはさらに気持ちがいいので、まあ、サポーターの人たちもそういう気持ちで帰ってくれていると思うし、まあ、自分がサポーターだった分、そういう試合終わった後勝ちきれなかった時の気持ちというのは分かるので、その辺 あのサポーターの思いも背負って、まあ、やりたいなと思います。宇佐美選手はもうね、2歳の時からね、京田辺にある練習場にお母さんの自転車乗って通ってましたからね、もう本当にサポーターとしても長かっただけにね、あのサポーターの皆さんの気持ちが分かるというのは最近のコメントで非常に多いですよね。まあ、得点もうなんかこう驚異的な数字を出してほしいなと思いますし、もう宇佐美選手がこう得点を重ねて、ね、すごい数を出せば、もうそれがすぐチームの勝利に直結という部分もありますので、ぜひ今日も頑張ってほしいと思います。まあ、本人も、ね、アウェイでやられることが多いというふうに言ってはったんで、ね、この辺りは気合を入れてほしいと思います。松本山雅も、ね、あと勝ち点5差で6位を追ってるという立場なんで、これまたガンバを倒してと思ってるでしょうし、今日は一つそのあたりをですね、跳ね返して帰ってきてほしいと思います。さあ、お待たせしました。星原選手、この日ね、メンバー入りしておりました水戸ホーリーホーク戦、監督もね、水戸ということもあったということでね、期するものあったかもしれないというね、起用でございましたけども、梶選手のアクシデントなと、めっちゃ気合い入れた面の中、ね、アップを見せてくれて、そして登場して頑張ってくれました。星原選手、たっぷりと話を聞いてきましたのでお聞きください。今日もあのラジオでもう星原君出てほしいって言って、こうファンの人も私たちも出たんですけども、チャンス来ましたね。そうですね、うん、まあやっててよかったって感じ。もうなんかアップの時からドキドキしてて、出ろ出ろと思ったんですけども、もうやっぱりあのフルスっていうか、その所属したチームっていうこともあって、今日はやっぱり気合い入ったんじゃないですか。はい、そうですね、うん、まあ、まずここで出れたのはほんまに嬉しいことっていうか、うん、まあ、ちょっとカッコつけれたかなって水戸に。めっちゃいいクロスも上がってたし、いや、でもあれ1本だけやし、やっぱもっと行かないとあかんっていうのはあります。
まあでも守備をやっぱまず守備をやれたのはでかかったですね。あの星原君は僕に守備求められてへんやろって言ってはったけども、ほんまに守備ですごいいいプレー出てますよね。まあちゃんとポジション取ってそこからはこうちゃんと対応しようっていうか、あんま変わったことはやってないですけど、いつもよりいかんかった分後ろで頑張れたかなっていう。三輪選手からの指示とかもありました。はい、三輪君にあんま行くなって言われました。そうなんや攻撃面ではあの待ってるなっていうね、阿部ちゃんちょっと星原君に出してよと思ったりとかもありましたけど、いやほんまそれっすよ、ねねえ出しようしな、高橋全然出してくれへんし、星原君出しようのにな、ほんまそれお前あんだけいいポチョン取りしてるからちょっと出してほしいよね、ごめん次からは見てねお前ちょっとこの1週間で見てねって、はい、星原選手のロングスローっていうかこうスローにもすごい正確ですよね。まあ昔野球が得意やったんで肩が鍛えられてるのかな、嘘っすけど、すごいほんまに長距離ほんまに長い距離正確なんで、そうですね、まあ、そこはたまたまっていうか指にちゃんと引っかかってたなって感じです。次はまたあの次からもその守備面でもそして攻撃面でもファンの人に勇姿を見せていきたいですね。そうですね、まあ準備してまたチャンス来るかもしれないんで頑張ります。あの敦史君もあの水戸の選手とご飯行くんちゃうか楽しいなんちゃうかなって言ってましたけど、まだ誘われてないです誰と一番仲良かった。あでも結構移籍しちゃったんで。そうなんだ。和子君とかどう。和子君あのユースの時に私たちもあの決勝とか取材して準優勝やったんやけど。そうですね、和子もまあ和子はでもちょっとちゃうな。あちゃう。和子は和子より年下と仲いいから。あそうなんや。で達也君とか岡本達也とか、あとフランクとか仲良かったです。みんな移籍しちゃったけど。そうかそうか。このあとでもご飯じゃ誘うんですか星原君から。まあ呼ばれないならこっちから誘ってみようかなせっかくねもう星原君のこれからのまたきっかけにしていてほしいんでぜひ、ね、そうっすね。せっかくあの久しぶりにインタビューを楽しみされたあのリスナーの皆さんにメッセージをお願いします。まあチームはもちろん勝ちますし、僕は、まあ、常に準備して今日みたいなチャンスが来たらしっかりやろうと思うんで応援よろしくお願いします。星原君 の, あのメッセージとともにまたあの好きな曲を流したいんですけども、久しぶりにちょっと好きな曲を教えていただきたいんですが、2PM の、I hate you なんで好きなんですか。なんか水戸の時の韓国人が好きで、その影響で僕も好きになりました。ぜひあの次の試合からも頑張ってください。はい頑張ります。ありがとうございます。
ということで久しぶりにたっぷりと星原選手のインタビューをお届けしました。本当にねいい時に出場できてよかったです。あ、それから哲夫さんメールいただきました。ありがとうございます。竹島さんこんにちは、哲夫です。先週の水戸戦、個人的には久しぶりにため息をつく回数が少ないゲームとなりました。やっぱり今週は気分的に良かったです。星原選手も予期せずコンバートポジションのサイドバックでの出場でした。ミスもあったけどディフェンダーとしてやれていたのは嬉しいです。これからも頑張れ。でも敵ながら鈴木隆之の精神的なところは見習うことが多いです。あの2002年から10年以上経っても記憶に残っている選手ですが、キープもでき攻守動けるいい選手ですよねとね、いただいてます。本当私2002年で鈴木隆之選手もね、あの脚光を上げましたけど、それまでも一体な何箇所鹿島アントラーズからもうねレンタル出されていたことか。私も千葉とかね、いろんなところでその脚光をされるまで、再びアントラーズで脚光を浴びるまでの鈴木隆之選手のね取材させてもらいましたよ、中継も。それでもアントラーズがねこうレンタルは出すけど出さへんかったっていうのもねすごいなと思いました。今日は松本山鹿戦ですね。先ほど放送でもおっしゃっていました、今年は J2 各地域巡りも楽しみの一つでした。でも残りの試合は京都戦以外はチケットは購入できず残念です。行きたかったな松本徳島ということで、もう皆さんも大変な思いされてるんですね。入手困難なんですね、もうアウェーのチケットがね。とにかくこんなことを言っているのは今年だけにして、 J1 でのゲームを楽しみにしたいです。来週倉田選手も戻ってくるような情報もありましたし、目的に向けてさらに力を出してほしいです。そうそう、週もねちょっと今週話を聞いたんですけれども、もう大丈夫やし、まあこう監督もね練習試合を一旦やっぱりこう挟んでからということでした。ただやっぱり佐藤選手もちょっとこう無理してまた遅れてしまっただけあって、倉田選手に関してはより一層慎重に調整しているということです。ホームタウンとしてももっと盛り上がって選手を後押ししたいですね。先週は台風でもかな、6559人でした。数値的にはちょっと残念です。とにかくみんなで万博に行って応援しましょう。竹島さん、これからも情報をお願いします。シーズンオフには選手をスタジオに呼んでみてもらえませんかといただいております。もうね、私たちも頼みたい気持ちでいっぱいでございますけども、一回ちょっとこうダメ元でやってみますね。それではということで、はい、ということで哲夫さんメールありがとうございました。皆さん本日もね、選手の皆さんのインタビュー楽しんでいただけましたでしょうか。まあ、そんな選手の皆さんと触れ合える